こんにちは、髪切り屋侍です。いつも動画見ていただいてありがとうございます。と今アマゾンで爆売れしているこのモンプチの、ナチュラルキッスっていう商品なんですけど、今ね注文しても年内ギリギリに届くか、もう年明けになってしまうぐらい人気の商品らしいんです。そこで、ひーさんの食べる様子を見てもらおうと思います。もう20歳なんですよ、ひーさん。すごい、この、なんていうんですかね。この商品に限っては、すごい勢いよく食べるんですね。これ、CM でもなくって。で、最初はですね、定期購読をしているので、ちょっと送ってきていただいたんですね。1個か2個ぐらい入ってて、あなたの、猫ちゃんにどうですかみたいな感じで。で、半信半疑でモンプチだし、食べさせてみようと思ったら、すごい勢いで食べたので、で、しばらく違う、いつも食べさせてる、モンプチじゃないやつですよね。稲葉のやつかな。なんかチュルチュル流行ってるやつを食べさせてたんですけど、やっぱりこの、ナチュラルキッスが気になってきてですね、慌てて注文したんです。まだ売ってるところが少ないのでアマゾンか楽天になると思うんですけど、こちら表示の方をちょっとゆっくり一緒に見ていこうと思って、動画出してみたんですけど、いろいろ見ててもそんなに悪いものが入ってなさそうなんですね。すごくしつこくひーさんも食べるので、なんか美味しいかなと思って、でこのささみシリーズがひーさんは好きなので、ちょっと早送りしてるのですごいがっついてるみたいですけど、まさかねこんなに爆売れで届かないぐらい商品が発注かかってるって知らなくって、割とどこの猫ちゃんもよく注文されてるんかなと思いました。普段ね本当に女王様気質で、もうちょっと食べていらないって感じで、もうわがままに育ててしまいました。もうこれが割とひーさんには合ってたんかなって思います。もう綺麗になくなってますよね。で、今回こういう動画を出したのも、ちょっと動画の練習のつもりで出したので、ちょっとまだまだ未熟なとこあるんですけど、で、この洗面器でいつも飲んだりしてます。自動のやつも持ってるんですけど、ひーさんはやっぱり洗面器が好きみたいで、で、この、画像もお借りして、で、いつもね、こういうふうにお風呂場にも置いてるんですけど、ついてきてって言って手を入れないと飲まない子なんですよ。そういうところも取れたので、載せときます。